さん何やってるんですか。もう動画回ってますよ。そんなに靴なんか見ないでください。はい。いいからって新しい靴ですけど。はい。はい、こんにちは。こんにちは。ここはどこですか。PGA ストア名古屋栄ゼロゲート店。はい。ブブー。PGA ツアースーパーストア名古屋栄店。ブブー。はい、できております。はい。今日はちょっと。お久しぶりにご登場していただこうと思うんですけど、誰を？ここの、あ、はい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 、松井店長に来てもらおうと思います。松井店長、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。いただきます。名古屋栄店か PGA で一番かっこいい店長、はい、絶対かっこよくないですか。かっこいい。私はもう彼女とか彼氏いなきゃ、彼氏は間違えた、奥さんいなきゃ結婚したい。あ、もう結婚してんの？知らないです。してます。知らないです。してるらしい。で、紹介したの、まいちゃんを。まいちゃんのことを知ってますか？いえ、初めましてです。初めてましたよ、はい、チームに、はい。うちのチーム新しく入った子で、あのシミュレーションで、いくつか283か。やばいですね。ボール所属、もう今日もちょっと見れば分かりますけど、はい、すごいです。今度世界大会出るんですよ。本当ですか？はい。すごいね。すごいです。ちょっと。うちのホープですよね。はい、今のホープです、ね、だって19歳ですもん。本当ですか。俺の子供より若いですよ。やばいっす。はい、ということで、はい、で今日何するの。今日は、はい、あの、まあ、まいちゃんね、はい、クラブを探したいということだったので、今1本は決まってるんですよ、世界大会。うん、決まってるけど、昨日やったところで、はい、まあ、うーんっていうのもあるから、もうやっぱもうちょっ と、ここでやれば思いまして、昨日でも287だと2900回転ぐらいで2283だから、うもうちょっと落とせば行くよね。うん、まあ、そういうところも見ながら、はいはい、決まりたいのと、あと店長からちょっと、うん、お知らせ、お知らせがありますので、はい、はい、10月1日で当店がオープンして、はい、1周年を迎えます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、その1周年にあたって、うん、安楽さんのチームの方々にご協力いただきまして、うんうんうん、安楽さんの、うん、サイン入りのボールをご用意いただけるということで、はい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 、あの先着10月1日オープンなので、はい、10月1日からなんですけど、はい、先着10名、10名ですか、はい、もうちょっとアナさんかけますよね。で、ボール何をもらうの？ボールって。アナさんがボールにサインするんです。うん、1個？もっといくらでも書くよ俺。本当ですか？ボールでいいんだったらいくらでも書くよ。そんな、もうちょっとなんか他にないの？他になんかありますか？あげれるもので。ボールとなら、はい、いいよ。僕は僕でちょっと考えますわ。先着、僕はあげれるのは5名ぐらいだけど、はい、まあ、まあまあのもう用意します。先着5名で、まあまあのものを用意します。安楽さんも用意してくれる、はい、で、港店さんから、あ、また栄店さんからは数増やさせていただいても大丈夫です、うん、大丈夫です、はい、ボール、はい、ですサインボール別に全然多いです、はい、じゃあ30名、はい、30名にサインボールはやるし、5名の方はくじ引きかなんかしましょうね。あ、まあまあのものを用意しますから、何とはまだ言わないです。じゃ全部で35個ってことですか。30名のボールね、ボールね、はい、ボールのサインボールと5個、5名の方はまあまあのものを用意しますんで、まあまあのもの、はい、35個用意をしてくれる、はい、はい、ありがとうございます。先着です、はい、10月1日からです。先着35名の方ですね、全部。35名の5名に関してはまあ、くじ引きになるかもしれませんぐらいのものを用意しますんで、はい、はい、ありがとうございます、はい、お願いします。ということで10月1日にこちら栄店さんに皆さん来てください。そうですね、その前も その前にも、まあ、いっぱい撮りますもんね、はいはい、また随時告知はしていきますから、はいはい、とりあえずそういう形でやっていきたいと思います。ということで、ここからは、まあ、とりあえずクラブ選びだよな。そうですね、今使ってるのはあるんだけど、エースっていうか、それ以外でちょっと打たしてみたいっていうものを、なんか、うん、打たしてみたいものは、栃木大会の後で安楽さんもスイング見てるから、はい、こういうのが合うんじゃないかなっていうのとかやっぱありますもんね。とりあえずネクスジェンを打たせてるわな。まあそりゃそうですよね、うんうん、ネクスジェンと、あ、これだ、お買い物してますよ、安楽さんが今。あ、こっちにありますよ、8.5 の、あ、これはな、セットも8.5 の T、はい、これ 46g の S ですよ、宮崎で。
ノーマル良かったもんね、これ確か。ノーマルめちゃくちゃいいですね。ノーマル行こう。ノーマル行こう。ノーマル行くわ。ノーマルの。じゃあもうコブラ行きますよね。行く、間違いなく行く。握りしめました。でもな、打ち方的に、やっぱこっち、これ行くかな。お買い物してますよ、アンダーさんが。この R。R ですよね。うん、多分。あ、これこれこれ、うん、これと、これこれ、はい、いいよ、これ、まあ、あとローグやな、はい、はい、まあ、打ってもらうのがゼクシオ、はい、T8.5T、はい、ステルスはプラス9度、はい、でコブラの LTDX の LS のこれ 10.5 度で、LTDX のマックス9度、うん、の9度。これをちょっとテストがてらやってみたいと。それにちょっとキャロウェイが入るかもしれないけど、はい、はい、ちょっと今やってますんで、はい、そういう感じでやってみたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、座席に来ましたけれども、はい、今からちょっとテストというか、はい、今自分が使ってるエースドライバー、はい、でその後に、何だったっけ、コブラ、ネクスジェン、コブラ、ゼクシオ、キャロウェイ、セルスを打って、まあ、順番はどれかわかんないんですけど、まあ、で3球ずつ打ってもらって、はい、で測る機械が自粛ワットになります。はい、はい、で多分テープ貼ってないんで、はい、あの、まあ、マキさんはこの辺出ないかもしれない。バグるかもしれないけど、まあ、とりあえずテストという形で、はい、で今使っているご自分のエースがエピックフラッシュサブゼロの後ろネジ取りです。でシャフトがレイブのアサルトアタック、アサルトアタックですね。はい、硬さが40の R、うん、です。はい、はい、まず打ってみましょう。やってください。見てみたい。3球ね。はい、で3球目、常に3球目はちょっと強めに振ってください。はい、はい、1球2球はもうポーンでもいいから好きなように。はい、まず1球目、はい、はい、すげえな、ポーンですごいね。すごいです。はい、1球目、2球目、はい、すごいです。はい、3球目。3球目、はい、ちょっと強めにいきましょう。はい、おOK、これが今自分の使ってるやつだよね。はい、はい、じゃあ最初はじゃあコブラから、今自分のクラブで一番飛んだのが270ヤードですね、ぐらいかな。はい、で今最初に打ってもらうのがコブラの LTDX MAX、 9度を8度の D にしてみました。はい、はい、シャフトは R です。はい、1球目、どんな感じになるか全く分かんないから好きなように。はい、軽めでいいから。はい、ほう、ナイスショー。ほう、はい、1球目、軽く打てて260。私一生懸命打て260なの。はい、2球目、はい、いいよいいよ、どんな球出てもいいからね。はい、はい、じゃあ3球目、OK、 はい、ちょっと貸してください。はい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 、じゃあ、はい、はい、
はい、で次はコブラの LTDX の LS10.5 度、これスタンダードでやってみましょうかね。とりあえず何機種か打たせて振り心地が良かったのを合わせていくって形しようと思うから、はい、まず1球目まずはもう適当に軽めで何でもいいから、はい、はい、1球目おおナイスです、ありがとうございます、はい、ナイスです、はい、ナイスです、はい、2球目ナイスです。はい。いいっすよ。はい。で、何球目？何球目？何球目？オッケー。ちょっと振ったけど、いいよ。はい。はい、まあちょっと右行っちゃったけど、260ちょっとやるね。うん、はい。で今コブラコブラ打ったから次はステルス行ってみようか、はい、でステルスもちょっとこれ変えるね、ノーマルだから普通のもスタンダードに見直してみますね、さっきのコブラあのコブラだけちょっと違ったけど最初のスタンダードのステルスプラスの9度、はい、はい、はい、1球目シャフトはネクジェンのこれはEIF です、はい、はい、1球目、まあ、EIF だね、もう爆発的な人気の、おお、はい、1球目ほうほう、2球目ほほほほ、いい、全然全然、いや、いい、右とか行くね、はい、ロフト調整とか後からするから、はい、自分の振り抜きやすかっただけだから、はい、2球目一発目は270ぐらいやったね、はい、何球目、何球目、はい、振ってください、はい、ちょっと振ってみましょう、はい、OK、 はい、 OK で、ステルスネクジェン、はい、21010.5、はい、はい、ネクジェン新型1球目おお、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 2球目おい、全然全然いい、はい、はい、はい、3球目、はい、振ってみてください、3球目振ってください、どうなるか、おお、素晴らしい、はい、はい、そして次はゼクシオの X ゼクシオ X ツアー 8.5 ツアーシャフトが宮崎のノーマル X2 これ俺が絶賛したやつだよね、そうですね、はい、1球目 JPDA のドラゴン女の子も多いですね、多い、うん、おお、いい、いい、いい、2球目、そして、そして、Thank you, man.
Thank you, man. はい。いい、全然いい、全然いい。振り遅れとか全然問題ない。で、今、ゼクシュやったでしょ。で、最後、自分の持ってきて、はい、キャロウェイ。これ今自分が使ってるシャフトだもんね。はい。ね、レイブさん、レイブさんのシャフトドラゴン選手いっぱい使ってるもんね。そうですね、多いですね。はい。最近ちょっと試合にあの YouTube 出ていただいてる人に大々的だと今泉さんとか。はい、今泉さんはレイブの看板選手ですから ね、 ね。昔から。私も一本アンラスさんが作ってくれてる。はい。マックスで、これはマックス LS 10.5。はい。はい。よいしょ。それで1球目。はい、いいっすよ。1球目。はい、2球目。いいよ。はい、そして Thank you ねはい、いいよ。 OK、ということで、今何をしたかっていうと、まあ、自分のエースクラブからいろんなものを振らせて、で、まあ、記録も見たけど、まあ、記録よりも聞きたいのはどれが一番振りやすく、まあ、自分の感触ですよね、別だよ、自分のエースは別ね、はい、うん、あった中でどれが振りやすかった、うん、2個目です。多分これとこれ、ほうほうほう、ネクスジェンと2個目だったらコブラだよね。2個目コブラだよ。あ、コブラ。これかコブラ、これか、あ、こっち、こっちとこれか。あ、これです、これです、これか。じゃあネクスト、はい。なんか誘導したと思われるの嫌だからね。はい、ということで、そうそうだ、そうだ、もうやるだからね。で、今まあ選んだわけじゃん。はい、ね。で、ここから、じゃあこの2本を彼女のセッティングとして持っていこうか。はい。ね、これとこれのバージョンで。はい、で、まずは、じゃあ、ネクセンからいくか。ネクセン。これで270ぐらい出てたもんね。こっち270。こっち280ぐらいね。はい、だってこれを、じゃあ270のやつを、ちょっとセッティングで持っていこうか。どうなるか。厚木スタジオでカチャカチャでやったら格段に変わったからね、お客さん、お客さん、お客さん、これもじゃあ3球目強めの1球2球軽めでもいいから、ちょっと1回打って、軽めで打って違ったら僕もう1回調整するから、はい、やってきて、自分の好きな感じでいいから。今はネクスジェンです。はい、軽めに、はい、いいよいいよ、全然いいよ、うん、軽めでいいから、ちょっと見たいだけだから、どういう感じなのか。まいちゃんは軽めとかのが合うんですか。いや、それ関係ない、それは本人だけだから、軽いのか重いのがいいのか。はいはい、いいよ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、データ見たいから。あ、見てる見てる、左出てるから、もう1球行こう、はい、はい、ちょっと強めに打ったらいい、ちょっとだけ、うん、ちょっと強めに、はい、いいね、オッケー、じゃあちょっと貸してください。はいはい、じゃあこれ打ってみて、はい、はい、いいよ、はい、うん、ちょっとこれで2球ぐらい打ってみて、あと、はい、はい、
ちょっと待って、はい、でちょっと強めに打ってみて。はい。うん、いいよ。動かして、はい、よかして、はい、ここで絶対いいはずだよ、はい、はい、もう一回打ってみようか、はい、これが多分打ちやすいはずだ、打ちやすいっていうかいい感じになるはずだから、はい、一回振ってみようか、それで軽く、はい、なんか込んでくる、はい、OK、貸して、で最終セッティング出すね、はい、あなたの、このネクスジェン使うの場合のみーちゃんの最終のセッティングは最終、ちょっと待ってね、最終セッティングは、はい、これです。はい。はい。はい、ナイス、1球目、あと2球。はい、2球目、はい、いいよ。じゃあラストいこうか。はい、はい、ラスト、はい、振ってみよう。はい、今これで出しました。ただ多分彼女にはグリップが軽すぎます。はい、軽量グリップついてるから軽すぎました。じゃあ次、多分今回多分試合でこう使うなら、多分これを使うと思います僕。はい、ゼクシオ、はい、打ってみましょうか。これ振り良いでしょ。振りやすいです。うん、一番振りやすそうだもんな、見とって。つかして、はいはい、もう一回打ってごらん。はい、貸して。はい、これ好きやろ。好きなん、これ好きそうだもん。で、ゼクショーの 9.5T ってある？あります。 9.5T 持ってきて。今これ 8.5T なんですよ。で、8.5T を今寝かして 9.5T までは持ってったんですけど、彼女は多分 9.5T の方が絶対に合うと思います。振り感はこれ一番振りやすそうだよね。はい、振りやすいでしょ。振りやすいな、見てても。で、今何書いたかって言ったら、まあ、これ 8.5T、 これ 9.5T で、彼女はこっちから持ってった方が多分合うと思うから。で、シャフトの振り感は今の感じ良かったはずだから、いいでしょ、はい、このシャフトの振り感は悪くないと思うから、一回振ってみようか。はい、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 いいよ、はい、ちょっとカス当たりやったな。はい、はい、オーケー、うん、ラスト、はい、ちょっと待ってね、見して、うん、オッケーオッケーオッケー。これの R ってあるの？それの R って、これ R、これ、これ S だもん。あ、ありますよ、ありました、ね、はい、じゃあこれ打ってみ。はい、
どう？まだわかんないな。あ、でも軽い。いいよ、見てみて。どう？これいいと思う。それいい感じ？はい。はい、ということで、ちょっとまあ疲れちゃったけど、はい、一番、まあさすが、さすがレイブさんでフィッティングしただけのことはありますよね。で自分のものが良くて、でゼクションとかも多分すごくいいと思う。ネクジェンゼクションも、まあもうちょっと慣れる形はあると思うんですけれども、まあゼクションでセッティング使わせるんだったら 9.5 を 10.5 ぐらい寝かせて、はい、使う感じだし、ネクジェンは逆に 9.5 10.5 9.5 ぐらいまで立てて使わせるのがいいと思うけど、まあ今のところもう世界大会もあと2週間 ?3 週間ぐらいか。2週間後ぐらいか。だからそこまでにもうちょっと仕上げたいとは思いますけど、まあこれで世界大会頑張って、はい、もう1本ぐらい作りましょう。はい、ね、ということで、まあ候補としては今のところあるのはネクスジェンとゼクシオのツアー。うん。ステルスに関してはまだちょっと分かんない部分もあるから、はい、ということで今回、まあ、結果から言うと、まあ、これの、ね、仕上がりは良かったっていうことが分かったと思いますので、はい、以上です。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知よろしくお願いします。バイバイ